錦鯉の長谷川真則です。占い師の大石です。お願いします。さあ本日は、窓開け開運法ということでですね、はい、これまた月に一度恒例タイムですね。はい、やっておりますけれども、月の最初にね、はい、窓開け開運ということで、うん、指定された日時に、しばらくこう窓を開けてですね、はい、まあ、外気を取り込むと、うん、でまあ、窓開け言ってますけれども、例えば玄関でもいいんですよ。ああ、まあ、窓じゃなくてもね。そう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 、しかもその全開にしろと言ってるんじゃなくて、うん、例えば玄関だったらほんのちょっとこうなんかほらドアに挟むやつあるじゃないですか、こう閉まらないような、ああいうの挟んでほんのちょっと隙間開けとくっていうのでも構わないし、でそれが物騒だっていうんだったら、例えば窓をちょっとね、これも別に全開でガバッて開けろって言ってるわけじゃなくって、はい、ちょっとこう開けて、うん、でまあ大体2時間こう指定時間がありますので、うん、2時間の間だけちょっとそこから外気を取り入れるようにしようと、はい、そうすると運気が変わりますよというのがこの窓開け開運と、はい、でございますね、ということなわけですね。はい、はい、でですね、はい、今回はですね、その、うん、コメントが来ていました。はいはい、ちょっと質問なんですけれども、はい、よろしいでしょうか。普段あまり使わない換気扇があるのですが、それを回すのでは窓開けの代わりにはなりませんかというね。なるほど、皆さんいろいろ考えますね。しかしね、普段あまり使わない換気扇っていうのも不思議なものですね。おお、なるほどね。何なんだろうそれ。まあ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 、で今最初にちょっと言いましたけれども、うん、まあ、玄関であれ窓であれね、はい、この外気を入れると、まあ、あるいはその空気が流通するっていうところがポイントで、うん、でもう一つがやっぱり日頃開いてないところを開けるから意味があるんだと、うんうん、だからその意味では確かにこの換気扇回していただいても、はい、もちろん効果はありますね、うんうん、それはそれで結構なんですけれども、まあ、できれば、うん、やっぱりそのモーターとかでその強制的にこう排出するとか取り込むではなくって、うん、自然の流れの方がより望ましいことは事実ですから、うん、本当窓があるんだったら窓の方をやっぱり優先してもらいたいし、なるほど、だけど、まあ、何らかの条件でね、ドアも窓もダメだっていう場合であれば、うん、それはこの換気扇を使うというのも確かにいいアイデアだと思いますね。あ、そういう用心深い人なんですかね、窓とか。だからそのね、ドアとか怖いなとか、そういう状況がよく分かんないんだけれども、うん、換気扇だったら、まあそのね、泥棒とかも入ってこれないじゃないですか。そうだよね、あそこから入ってくるのはなかなか大変だよね。いやいや、大変だよ。大変だと、うん、はい、そうだよね。普段あまり使わない換気扇って、でもどういう換気扇なのかよく分かんないんですけどね。まあね、長谷川さんとこ換気扇あります？いや、あるよ。ありますよ、換気扇は。普通の人の家あるでしょ、換気扇。長谷川さんとこって屋根しかないんじゃなかったっけ？いやいや、全部壁もありますし、なんとか大橋って橋が屋根になってて、左右吹きさらしとかそれじゃないんだけど、どこに住んでるんですか。橋の下。それは換気扇ないですよ。ないですよね。もう自然ですからね。もううちわにでっかくひらがなで換気扇って書いてある。手動換気扇じゃなくて。違います。そうですね、はい。じゃあまだ開運の方これで終わりかい。はい、説得力ないですけど、はい、本当ですので、いや、窓開け開運はしっかりやってください。はい、品種まだ発表してないですよね。あ、ごめん。はい、そうですよ。締めようとした。一番大事な先生。はい、質問に答えて。そんな僕の住んでる場所を説明してる場合じゃないんですよ。その窓開け開運は。今本気で忘れてました。日にち教えてくんないと。はい、発表します。はい、はい、12月は7日。7日。はい、朝のですね。うん、7時から9時の間の2時間でございます。7時から9時。はい、あら、この時間開けといてください。はい、なるほど。はい、わかりました。発表したぞ。はい、これで締められます。はい、コメント待ってますんでね。はい、本気で忘れてました。はい、また遊んでください。